エグザイルトライブの新音楽ユニット、エグザイル B ハッピーが1月6日、アーバンドックララポート豊洲メインステージイベントスペースにて、エグザイル B ハッピーショー2024年ファーストステージを開催した。オフィシャルレポートを掲載する。画像を見る、エグザイル B ハッピーショー2024年ファーストステージの様子、全7枚、エグザイル B ハッピーとは2021年に、 ドリームスフォーチルドレン子供たちに夢を。おテーマとして指導したキッズエンタテインメントプロジェクト、キッズビーハッピーから誕生したグループであり、リーダーの EXILE 鉄 e エグや、イル,也エ,グザイルエグザイルザセカンドを中心に、ボーカルの吉野北斗、ザランページと中島聡太、ファンタスティックスパフォーマーの小森隼人、ジェネレーションズ関口メンディ、エグザイルジェネレーションズ浦川翔平、 ザ・ランページ、木村圭とファンタスティックスといった子供好きなメンバーが集結。5月5日、子供の日にファーストシングル、モーニングさんのリリースが控える中、1月6日よりシングルの表題曲、モーニングさんが先行配信されたばかり。本イベントは、メンバーによるダンスショーと、大人も子供も参加できるダンスワークショップが融合した内容となっており、 三井ショッピングパークキッズクラブ会員の親子と LDH のファンクラブ会員の中から抽選招待された約300名が参加。ステージを見下ろす体制の観客と、ステージ前方に設けられたキッズエリアではしゃぐ子供たちに囲まれながら、7人はメドレーを含む全10曲をパフォーマンスした。この日トップバッターとして登場したのは、ムードメーカーの浦川翔平。 ステージに上がるや否や高めのバクで観客を沸かせると、軽快なトークと2024年初だという DJ プレイで場を温める。そこに現れたリーダー哲也は B ハッピーズ、キッズダンサー、を迎え入れ、EXILE の代表曲、チューチュートレーン、へ。現役 EXILE から次世代を担う B ハッピーズに笑顔で受け継がれていくロールダンスは、まさに、ダンスと音楽で子供たちの夢を応援する。 という EXILE B Happy のコンセプトを体現する光景で、徹夜に EXILE B Happy のヒーローはまだまだ出てきます。次のヒーローを紹介したいと思います。小森隼人と呼び込まれた小森もまた、快晴の空に負けないすがすがしいビッグスマイルを輝かせながら、ウォントビーロンを披露。ウェーブや、オリーオリーオリー OH、コールを煽り、観客との一体感を楽しんだ。 MC タイムには、長年、E ダンスアカデミー、NHKE テレで講師を務めてきた二人が、慣れた様子で、キッズたち、ちょっとは心がほぐれたかな。哲也、緊張するよね。だって俺でさえ、ちょっと緊張してるもん。わら、小森、と子供たちに話しかける場面も。続いて登場した木村イトは、キッズダンサー時代に EXILE 初のスタジアムツアー。 エグザイルライブツアー2010ファンタジーに参加し、徹夜の隣で踊っていたというエグザイルの手のひらの砂を徹夜やビーハッピーズと並んで踊った。14年越しのコラボレーションに拍手が湧き起こる中、木村は気持ちいいですね。ファンタジーツアーで踊った時も野外の会場だったんですけど、その時と同じくらい晴れてます。と、観覧エリアを見渡しながらにっこり、小森からの 当時何歳だったの?」という質問には「十栄ちゃん」「十歳」とお決まりのセリフを叫び観客の笑いを誘っていた。